象のうち一頭が射殺された場面、1870年12月カストルとポルックスはフランスパリ市西側に位置するブローニュの森の北側にある遊園地のアクリマタション公園もしくはセーヌ川のアゼにあるパリ植物園で飼育されていた二頭の象である。二頭は1870年の不仏戦争によるパリ包囲の間に 動物園で飼育されていた他のたくさんの生き物たちと共に殺されてパリの市民たちの食料にされてしまった。1870年のクリスマスディナーのメニュー。外国産動物の料理が並んでいるカストルとポルックスの2頭は兄弟の像と推定されている。不屈戦争が勃発する前には2頭は背中に。 人々を乗せて園内を散策することで人気を博していた。しかし、プロイセン王国の軍勢がパリ市を包囲すると、早晩、パリの市民たちは食料の急防状態に陥ってしまい、像や他の動物たちを殺して食料に充てることを求めるようになった。1870年9月19日にプロイセン王国の軍勢は、 パリ市外を砲撃するよりも一刻も早い降伏を促そうとして市外の包囲を実行した。翌1871年1月5日には市外への砲撃が始まった。パリの市民たちは1月28日に休戦協定が締結されるまでよくこの事態に耐えたが、この包囲の間、彼らは普段目を向けないようなものまで食料の対象にすることを強いられる結果となった。 野菜、バターやミルク、チーズなどの乳製品や食肉が欠乏するようになると、市民たちは最初に馬の肉を求めた。馬の肉は、この包囲が起こる4年前に貧困層の人々への食肉として供給されるようになっていたが、パリ方位という気球の事態のもとではすぐに贅沢品と化してしまった。 パリ市街には当時多くの馬が飼われていたが、馬たちの供給は限界に達した。チャンピオンになった優秀な競争馬でさえも、例外にはならなかった。だが、その場に行くもすぐに欠乏することになった。猫、犬、そして、ネズミが市民たちの次の食料となった。猫も犬も、ビミとは言えないネズミすら市街から少なくなり、1870年の年末には、 食肉業者たちは動物園に飼育されている生き物たちに目を向けるようになった。アンテロープ、ラクダ、ヤクヤ、シマウマなどの大型動物が最初に殺された。数種類の動物は生き延びることができた。猿たちは人間に禁煙すぎるので食べることに抵抗を持つ人も少なくなかったため、ライオンやトラは危険とされたため食用になることを免れた。 植物園に飼育されていたカバは、園が食肉業者たちに対して8万フラン以上の代金を要求したため命拾いした。そして外国産の動物による料理のメニューが供給され始めた。例えば、クイサットでループ、ソースシブルイユ、テリーヌディ、アンテロープオットルーフ、シベデカンゴーローチャメアウローチアエルアングレーズなどである。 カストルとポルックスの最後については、プロイセン軍の法以下で週に2回発行されていた、新聞レトラ、ジャーナルでパリが記録に残している。まずカストルが12月29日にダム,デムダム版で殺され、ポルックスも翌日に殺されたという。ただし、1870年12月25日の日付のあるメニューにおいて、すでにゾウのコンソメが出されているので、 二頭の死んだ日付には疑義が持たれている。二頭の像は2万7千フランの値段でブールバールオスマンで肉屋を開いていたエムレブズという人物が購入した。エムレブズはうまくこの像肉を売りさばいた。胴体部分は珍味として1ポンドあたり40フランから45フランで売られ、その他の部分は1ポンドあたり10フランから14フランで売られた。 ただし、ゾウの肉は美味しくなかったと伝えられている。バニティフェア氏などの雑誌を創刊したことで知られる、イギリス人のトーマス・ボールズは、この時期に、パリに滞在していた。彼は、ラクダ、アンテロープ、犬、ロバ、ラバ、ゾウを食べたが、ゾウは一番好みに合わなかったと記述を残している。やはり同時期に、パリにいた、イギリスの政治家ヘンリー・ラ・ボーチャーは、 彼の日記に以下のような文章を書いている。昨日、私は夕食にポルックスの切り身を食した。ポルックスとその兄、カストルの二頭のゾウは殺された。ゾウの肉は硬く、荒く、油っぽかった。私としては、英国の人々が牛肉やマトンを入手することができる限りにおいては、ゾウ肉はお勧めしない。出典によって、 この二頭が飼育されていた場所は、アクリマタション公園、または、パリ植物園と、まちまちに書かれている。これは、パリ包囲の前後には、両方の園でゾウが飼育されていたためと思われる。推定では6万5千頭から7万頭の馬が、この包囲の間に食肉にされてしまったと言われる。ロシア皇帝アレクサンドル二世からナポレオン三世へ、贈呈された二頭の競争馬も、 殺されているこの新聞は、プロイセン軍の包囲を避けるため気球を使って配達されていたという。ディシーストエレファンツアットジャル t ン d アクライマテーション t e a t i o n in ン r a n c e e l e p h a n 2011年5月23日、閲覧。この雑誌は、イギリスで1868年から1914年まで発行されていたものであり、 現在も発行されているアメリカ合衆国の同盟の雑誌とは異なる。ラブセール、ヘンリー、ダイアリーオブザ・ベシージド・レジデント・イン・パリ、プロジェクト・グーテンベルグ、2011年3月13日、閲覧。ラボーチャーが書いた日記のうち、1月6日付の記事である。ありがとうございます。